こんにちは、リエモンです。リエです。私たちは今茨城県須田浜海岸にある波崎ウィンドファームに来ています。今回はここから北関東6泊7日の旅になります。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここはウィンドファームといってね、風力発電の風車がたくさん並んでおります。あそこに塀があったりしてさ、柵があったりして悪いことしそうな気がする。誰があなたがミキちゃんも来てます。ミキちゃんは今日も暖かいです。おお、海だ。海が青い。今日穏やかなのにあんなに波がすごいんだ。今ここ見てね、ここ。おお、あいつの影だ。おお、この影怖いね。これすごいね。じゃん、今当たった。最後早いんだよね。そーれ、おお、すごい風車が巨大だ。足元なんかすごい模様してるね。何これ、気持ち悪い。なんでこういう風になるんだろう。なんか植物があるね。キモ。さあ、前方何か見えます。何あれ、なんだろうね。近づいてみましょう。須田浜海岸の波がすごいです。今日ね、すごい穏やかなんですよ。だけどね、この波ですよ。しかもこの須田浜海岸、果てしないね。端が見えないですよ。すごい果てしない海岸だ。そして海に突き出たあの桟橋は何だ。行ってみよう。さあ、謎の施設に近づいてまいりました。こちらが波崎海洋研究施設でございます。何研究してんの。波による地形の変化を計測している。海岸線の形だったり、あとは海底の形も計測しているということですね。桟橋がドーンと向こうに伸びているけども、海の深さを427メートル先まで測ってるの。そうすると海底の断面ができるじゃん。その断面の変化を計測しているらしいです。なんと1986年から研究しているということでございます。すごい。ちょっとこの辺をアップにしてみましょう。おお、めちゃくちゃすげえ。波がほらザッパンザッパン来てる。ザッパン来てんね。東映の映画のようにザッパンザッパン来てる。すごい。あと注目すべきはですね、この柱、色がみんな違うでしょう。うん、銀色だったり黒だったり白だったり青だったりするけども、これはね、柱一本一本に違う防腐対策を施してあるんだって。でそれがどのように変化していくかを見て、何が一番効果的なのかというのを探っているらしい。めちゃめちゃ重要な施設だね、それはね。そうです。そしてなんとここはあの新仮面ライダーのロケ地でもある。へえ。須田浜海岸さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。現在時刻が11時54分ですね。次はお昼ご飯にしたいと思います。近くにミキーちゃんと一緒に店内で食べれるお店がありますので、そこへ向かいます。5キロ6分、気をつけていきましょう。お願いします。ミキーちゃんに新しいお洋服を買いました。クマちゃんです。ミキークマさんになってますね。ミキーちゃん、かわいい。はい、到着でございます。お疲れ様でした。ビストロワクワク、ペットとワインの西洋料理店って書いてありますね。いいね。ここはお店の中でワンちゃんと一緒にご飯が食べれると思います。あったかくぬくぬくと行きたいと思います。じゃあミキーちゃん行きましょう。店の中に入れるってよ。はい、よいしょ。はい、今回はこちらの個室の方に案内していただきました。ミキーちゃん、よかったね。よかったね。メニューいろいろあります。ワクワクランチとかお肉料理とかパスタ、オードブルなどがあります。何にしますか。ランチですね。なんとランチは1000円でございます。1000円、はい、ありがとうございます。本日のランチでございます。本日のスープはキノコのスープでございます。こうやってスープとサラダ先に持ってきてくれるでしょ。先食べててねってことやん。そうか、これまだ主食がないってことね。そう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 。だからやっぱりスープ一気飲みするよね。どうぞどうぞ飲んでください。いただきます。想像通りのキノコの味です。美味しいと思いますよ。美味しいね。すごい先輩、箸置き付きです。あ、本当だ。すごくないですか。すごいすごい。かわいいねこれ、初めて見た。豆が美味しい。何豆。ひよこ豆。はい、ありがとうございます。今日はパスタランチだったんだ。すごいガーリックの匂いがする。ガーリックのね、香ばしい感じがする。すごい美味しいんですけど。香りも良くて美味しいと思います。これで1000円ですよ。かなりお得じゃない。良心的だね。しかもミキーちゃん一緒に入れてね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ミキーちゃんあっち行って、もう抱っこしたって。よいしょ。いや、まあよかったね。ストーブがねガンガン炊かれててね、あっちいね。ニンニクもあるんじゃない。ニンニクで熱くなる。そうだそうだ、ニンニクは熱いよ。ビストロワクワクさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。現在時刻13時39分ですね。港公園といういい景色が見えるところがありますので、そこに行ってみたいと思います。20キロ26分です。気をつけていきましょう。お願いします。はい、到着でございます。お疲れ様でした。公園だからね、ミキちゃん歩けるよ。いかん。はい、港公園駐車場に車を止めました。まずはこちらの謎の物体を見に行きましょう。空き缶はピーマンのお家へ、神栖市。ここ穴開いてる。空き缶を投げ入れていいってことですね。そういうことでしょう。どうやって回収するのこれ。向こう側じゃない。あ、か
回収できる。本当だ。すげえ、この中にでっかいゴミ箱があるんだ。はい、ということで空き缶空き瓶は皆さんこちらのピーマンのお家に入れましょう。さあ、まずはこの正面に見えるでっかい塔を目指しましょう。何の塔これ？これは展望台でございます。登れるの？残念ながら老朽化のため今は登れないそうです。あ、そう。これ登れたらすごいね。いや、あそこさ、ひびが入っとるよ。プシュって。はい、この展望台ですけども、上の方を見るとこれなんか割れてるように見えますね。で、その一番上、昔はここ行けたんですね。ただの手すりがある展望台なんですけども、ここ行けたらすごかったろうね。もうちょっと早く知っていれば来たのに。あ、本当だ、近寄れない。怖っ。なんか階段かな。不思議な形。さあ、来ましたよ。これがニアト公園です。すごいね、この船。何、タンカーが3隻ぐらい止まってるね。ん、3隻どころじゃないな、ここすげえな。なんじゃこれ。あ、鹿島石油。石油の備蓄してるんかな。じゃあ鹿島はガソリン安いかな。そうかもしれん。ではこちらが港公園からの景色でございます。タンカーが並んでます。動画だとそんなに感動しないのかもしれませんが、まあ、結構でかい船がね、ずらずら並んでおります。そしてさらに向こう、ずっと奥の方に見てみると、これはでかいぞ、これはバカでかいぞ、やべえのがいますね。やべえ、あれは。はい、その向こう、風車がぐるんぐる回っていて、こちらには石油の貯蔵タンクがめちゃめちゃ並んでおります。煙もくもくでございます。かっこよくないですか。あれ煙、あれ煙突なんだ。なんと思われたんですか。なんだろうなみたいな。煙突でしたね。煙突でした。先輩、この風車巨大すぎるの早くないですか。あ、早いね。しかもこれバカでかいよ。今まで見た中で最大級だよ。この距離であんな大きく見えるんだもんね。これやばいな。いけるんかなこれ。いけんやろ、企業の私有地じゃないの。ちょっと行けたら行きたいね。ちょっと調べようぜ。そんなに来たいか。今まで数々の風車見てきましたけども、この人生最大の風車だと思う。ここまで来て行かない手はないやろ。風車じゃん別に。おお、こっちから見るとすげえ。逆光でよく見えないけど、あれどうなってるんですか。船の先端みたいな形してるよ。本当はね、タイタニックごっこはできそうやね。怖。走ってる、走ってるよこの犬。よかったね、嬉しいね。いいな、茨城いいな。はい、では我々は巨大風車の足元に行くために工業地帯に入っております。工場ばっかだね周り。どこまで一般車が入っていいのか分かんないですけども、ルール違反しない範囲で行ってみたいと思います。正面ちょっと気持ち悪いぐらいニョキニョキしてるね。さっきキノコスープとキノコパスタ食ったばっかりだからさ、それを思い出すね。さっき見たタンクがこんなにすぐ近くにある。あ、本当だ、でかいな。これもすごいな。左、塩の山があります。これが火星ソーダの山だそうです。あー、火星ソーダだ。見てわかるのすごいね。俺調べてわかったけど、時間が経つと火星ソーダあんな感じになるんだよ。へー。嘘だよ。ここかな、関係者以外立ち入り禁止。ちょっと一回止まろう。ここ立ち入り禁止のマーク、左も立ち入り禁止と書いてありますので、まあ、来れるのはここまでということらしいですね。で、正面巨大風車来ました。あれさ、日立って書いてあるよ。お、本当だ、日立の風車だ。はい、ではアップで撮ってみますよ。うん、あ、アップにしなくてもでかかった。これはでかいね。なんか回ってる音がしてるね。シューンつってね、面白い。これ最大級はね、高さはこれぐらいのあったかもしれんけど、羽の長さバカ長いよこれ。あれ当たったら大変だよ、怪我してすまないよ。そら死ぬわ。巨大風車さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで次は鹿島神宮の湖に浮かぶ鳥居を見に行きたいと思います。鹿島神宮は犬禁止なんですよ。なので神社には行かないんですけども、まあ、鳥居を見るのはただだと思いますんで、湖に浮かぶ幻想的な風景が見れると思います。20キロ28分です。気をつけていきましょう。お願いします。到着です。お疲れ様でした。さあ見に行きましょう。はい、さあ来ました。こちらが北浦に浮かぶ鹿島神宮西の位置の鳥居ですね。どこにあんの鹿島神宮。超遠いと思うけど。そうなの、鳥居だけあんの。鹿島神宮はここから車で8分、 2.5 キロ。なんでここに鳥居があるんですか。鹿島神社の人は湖の神様なんじゃない。物知りやね。今適当に言った。適当に言った。じゃあ写真を1枚撮ります。鹿島神宮一の鳥居さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次は本日のメインイベント、白鳥の里へ行きます。なんとそこでは白鳥に餌をやれるそうなんですね。なのでまずは白鳥の餌を買いに行きます。白鳥の餌は米もしくはただの食パンだそうです。ジャムパン、クリームパンは NG ね。ですので目指すはセブンイレブンでございます。気をつけていきましょう。お願いします。オッケー、セブンイレブンです。到着でございます。はい、なんとリモはセブンイレブン全国47都道府県制覇の旅も同時に行ってるんですよね。はい。では茨城県行ってらっしゃい。行ってきます。はい、到着でございます。お疲れ様でした。まず餌作りを始めましょう。食パン3枚買ってきました。これを細かくちぎりましょうか。早く第一の餌やりお願いします。はい、ミキちゃんどうぞ。うわ、でかいの。
いやーよかったね、チャーリーよかった正面あそこが白鳥の里と呼ばれているポイントですね。ただ今は白鳥はそんなに見えないかな。まだ時間が早いのかもしれません。主にカモがいますね。季節的には白鳥いるってこと？いるいる。もう少し後になったら白鳥も来るのかもしれないけども、今この時間はカモですねカモがうようよいるよ、すごいなじゃあ降りてみます。あ、寄ってきた。みんなこれわかるの？え、かわいい。近くで見るとこんなかわいいの？君たちパン食べる？はい。あ、来る。みんな、はい。あ、めっちゃ来てる。ちょっと来すぎじゃないこれ？めっちゃ来てる行くよ。はいはいはい、すげえ。すごい。行くぞ。はい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 、はいあ、つっつかれてる俺。みんな足をね、ちょん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 やってくる。ちょうだいちょうだいってやってくる。ほら、はいよ、はい、お前、いく、ほい。なに、あの犬か。すごかったな。戻ってきた。戻ってきた、戻ってきた。よし、最後です。はーい。はい、落ちまーい。もうないでーす。面白かったね。3枚なんてやっと見えたね。6枚切り買ってもよかった、もしかして。もう一気に買ってくればよかった。じゃあね、またね、バイバイ。白鳥の佐藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。おー、車に当たりそうやな。すごいすごい。はい、次はお昼ご飯を食べてからずっと動き回っておりましたので、道の駅に寄って休憩したいと思います。道の駅イタコですね。 5.1 キロ9分でございます。気をつけていきましょう。お願いします。はい、到着でございます。お疲れ様でした。かなり大きい道の駅ですね。パチンコ屋のモニターのような何かがありますね半額商品買いに行きましょう。はいはい、ではこちら道の駅イタコでございます。ちょっと見に行きましょう。まずこちらレストランがございますね。おふくろ亭というところだそうです。ここにはテラス席がありますね。ただペットの入場はご遠慮ください。残念。あ、こっちはいいってことね。じゃそうだね、こっちはいいんだね。はい、入ってみます。中にもトイレがございます。こちらがお土産屋さんですね。何これ。食べるヨーグルト120円、飲むヨーグルト160円からございます。何もついてないのが逆にちょっと良くない。一つ候補ですね。そしてこちら茨城といったらやっぱり納豆ですね。すごい、こんな風にして売ってる納豆を初めて見た。ちょっとそそられますね。車内納豆はやめといた方がいい。あ、そうですか。続いて正面が情報館とトイレ棟になります。トイレは非常に綺麗なトイレでした。で、我々は左に行きましょう。こちら新鮮市場伊太郎さんに行きます。今日のお弁当などもありそうですね。本当だね。私焼肉弁当でお願いします。それから私もつ煮込みがいいんですけど。は？は？いや、焼肉弁当だよ。スープは必要でしょ。いや、もつ煮込みはスープじゃないよ。偏ってるよ、栄養。はい、わかりました。ではやっぱり煮物ですね。もつ煮から煮物に格下げになりました。お、デザートもありますよ。手作りヨーグルト120円。あ、どうぞ。納豆あるよ。2パック648円のスーパー高い納豆。それに切り干し大根も入ってるからちょっと変わってると思うけど。じゃあいっか、これで一人一つで。納豆食べる？水戸に行きたいんやで。今日食わんけいつ食うのって話やで。頑張ろう。では買い物終わりました。この道の駅イタコの裏には何やら雄大な景色が広がっているということで、それを見に行きたいと思います。雄大ですか。雄大です。この夕日の時間が最高だと思います。ちなみにキちゃんも来てます。さっきも寝てたけど連れてこられちゃった。行きはどうしてもな、歩かないからな。帰り歩こう。頑張ろうな。さあ、何やら展望台が見えます。ここからの展望がすごいだろう。どうやって入ってくの。柵がありますよ。ありますね。でもこの辺誰か登った跡はありそうだな。ちょっと行ってみましょうか。あ、でもね、有刺鉄線がある。有刺鉄線があるから行けない。展望台からの景色は諦めますが、もうすぐそこに見えております。どう、なんか見える？なんかソーラーパネルが見える。まさにこれはソーラーパネルの海だ。めっちゃ広がってるわ。すげえわ。おー、素晴らしい。しかしね、私の目線からはあまり見えません。そこら辺ちょろっと見えるだけ。よし、じゃあミキーちゃん帰りを歩きましょう。よいしょよいしょ。嬉しい嬉しい。よかったねよかったね。今日のお風呂は久慈サンピア日立さんの中にある温泉施設を利用させていただきます。プールがあって、あ、後ろにテニスコートもあるんだね。で、風呂はどれなんだろうね。このサンピア日立、ここのところかな。じゃあ多分大丈夫だと思うので行ってきます。今ぶつかった。ぶつかったみきちゃん、ご飯にしますか。あ、来た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 。早く食べたいね。てててて、はいよ。次ミキちゃん、ヤギミルク。あと2本いで。1、2。よし。いや、よかった。ミキちゃんの器はアルコールで拭いときます。ピカピカ。
ただいま。おかえり。こちらのお風呂はシャワーが最新式でございました。ピーって押すとジャーって出てきて、ピーって押すと止まるの。シャワーもカランも両方ともそういうタイプでした。女性のお風呂は2人しかいなくって、湯船に浸かってるのは私のみで、ゆっくりしてきました。気持ちよかったです。それではスーパーに行って車中泊場所に移動しましょう。本日のスーパーはマルト SC 森山店さんです。このスーパーは夜11時に閉まると、まるっと安いもの買ってこよう。多分今日は私の勝ちです道の駅日立太田でございます。そこそこ車中泊者がいらっしゃるようでございます。こっちの方は明るくなってますね。道の駅日立太田という文字がこうこうと見えております。到着でございます。お疲れ様でした。道の駅日立太田、肛門な里でございます。肛門？お尻じゃないよ。肛門様？そう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 。ということで本日はここで車中泊をさせていただきます。では準備しましょう。はい、それでは車中泊の準備開始。それでは本日のご飯の発表をお願いいたします。焼肉弁当、レンコンとこんにゃくのピリ辛に、タラの芽の天ぷら、身とそぼろ納豆、海藻スープ。では電子レンジでいろいろ温めていきます。まずはレンコンとこんにゃくのピリ辛にですね。1分30秒、スタート。次に電気ケトルでお湯を沸かします。お湯は約 300cc 沸かします。オン。そうこうしている間に煮物が温まりました。次の選手はタラの芽でございます。これを軽くでいいですね。30秒スタート。タラの芽が温まりました。ありがとう。次は焼肉弁当を温めます。天ぷらには岩塩を振っておきます。お湯が沸きました。スープ OK。 焼肉弁当も温まりました。本日の食卓は以上でございます。沖縄ボトラーズのオリオンクリアフリー、ファミマルの蜜リンゴ香るアールグレイティー、あったかいです。お疲れまーす。お疲れまーす。いやこれね、ビールテイスト飲料って書いてあったの。ビールの味がするもんだと思ったんだけど、違うな。これ匂いが甘い。酔わないレモン堂の隣にあったもんねまあいいことにしましょう。本日のメインイベント、納豆でございます。茨城に来たら納豆を食わなきゃいけないでしょ。ということで2パックで600円する納豆でございます。いただきます。切り干し大根が強いな。これはおつまみですね。ご飯にかけるものというよりはおかずおつまみに近いと思う。じゃあ半分個ずつでいいってことね。半分個ずつ納豆に切り干し大根が入ってるなんて初めてです。ネバネバ感がそこまでない、ちょっとさっぱり系の納豆で、切り干し大根合うね。美味しいです。ご飯が進む。本日は2024年1月14日日曜日でございます。今回は1週間後の土曜日までかけて茨城、栃木、群馬を回ろうと思っております。いわゆる北関東という話ですね。今日ちょっとですね、知り合いの方と話をしていたら、群馬は北関東かどうか問題があるということで、北関東といったら福島じゃねえっていう話もあっていや福島は東北じゃないのとかね、そういう話をしておりました。茨城、栃木、群馬って場所覚えにくいだよね。だからそこをまとめて北関東っていうイメージがある。本日のデザートを発表します。道の駅いたこ手作りヨーグルト。もうここにさ、道の駅いたこって書いてあるもん。それとあぶくまプリンでございます。こちらは1個120円のヨーグルトです。割と美味しそう。スプーンを刺した感じはいい感触です。いただきます。ちょっと甘みも酸味も強めかな。トカチヨーグルトに似てるかな。これに似たる。似たるな。これに似た味。あ、似た味と似てるで似たるってことねそれでは本日の夜の道の駅日立太田、肛門の里を見てきましょう。あ、もしかしてさ、あの顔パネハレルは顔パネハメル顔ハメパネルは肛門様じゃないだろうか。あ、本当だ。青山荘って書いてありますね。多分観光地でしたよね。青山荘ってなんだろう。ここデイリー山崎なんだ。営業時間が5時から21時ですね。24時間営業ではなかった。こちらがトイレになります。自動ドアがございますね。ちょっと見てみますか。すごい綺麗です。ずっとオルゴールチックなのもかかってる。こちらが駐車場ですね。向こうに青いライトが見えているところが大型車スペースですね。でこちらが小型車スペースになっております。車中泊の車も多いみたいですね。パッと見で10台ぐらいは車中泊してるようです。以上、夜の道の駅でした。おー、サブ。はい、ここに温度計かけてあります。ちょっと気温見てみましょう。上が外気温です。マイナス 0.4 度ですね。外気温はかなり下がっております。それでは本日のルートの発表いたします。大きな地図を買ってきました。関東地方の地図ですね。その中で本日はこちらの茨城県の東の方を攻めました。実は昨日は埼玉県の勝部サービスエリアというところで車中泊をしておりました。朝はこの辺りにいて、ぐーっと圏央道を走って、動画のスタートは波崎ウィンドファームとそのすぐ隣にある波崎海洋研究施設を見てきました。そこからちょっと移動してビストロワクワクでお昼ご飯を食べてきました。お昼ご飯を食べた後は鹿島港港公園に行き、ここで大きな担架を見て
て、そこから鹿島港の隅っこに立っているすごく大きな風車を見てきました。なかなかの迫力でしたね。そこから少し北上して鹿島神宮の一の鳥居を見て、セブンイレブンでパンを買ってから白鳥の里に行き、カモに餌をたんまりあげて、そこから海岸線を一気に北上いたします。この辺りでお風呂に入ってスーパーに行って、で現在いる道の駅日立太田という道のりになっております。本日の移動距離は148キロ、移動時間2時間32分と出ております。それでは本日のお布団敷き大会を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もう一回今のカット、私ここがハゲてる感じに映ってるから、いつもここ映さないで。わかりました、はい、それでは本日のお布団敷き大会を始めます。よろしくお願いします。では本日はミキーちゃんのお家のアップでお送りいたします。ミキーちゃんは新しいお家をもらいました。これは袋状になってるわけですね。普通の丸いクッションに屋根がついてると思えばいいですね。買ったその瞬間からミキーちゃんはこの中お気に入りになりました。最近は自宅でもこのお家に入って寝ております。本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは本日のまとめをお願いいたします。本日は栃木県入りしまして、私はしてないけどな、あの人一人で勝手に行ってきたんだよ。本日は茨城県入りをしまして、割とマイナーな観光をしてきました。楽しかったです。どこがマイナーだったの？海洋研究所とか、なんとか公園とか、白鳥の里とか、観光客さんそんなにいないとこばっかだった。え、全部茨城県を代表するとこじゃないの？そうなの？ベストワンツースリーぐらいだよ。そうだよ、そうだよ。本当だって。それでは明日の目標お願いいたします。明日も茨城県を観光します。あの袋田の滝に行きます。それでは締めの言葉をお願いいたします。おやすみなさい。おやすみなさい。今日のミッキー。ミキちゃん今日ここで寝るの？ミキちゃんはこの新しいお家で寝ます。この新しいお家の下には電気マットを入れます。この上にポンとこれ置いちゃうとなかなかに暑くなっちゃうので、毛布を1枚、2枚、3枚、これぐらいでいいですかね。これでね、ちょうどいいぐらいのあったかさになると思います。それではこの後もう一度さらっとお散歩してから寝ます。ということで、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。北関東の旅2日目の朝でございます。時刻は8時18分、快晴の素晴らしい朝でございます。 4,50 分ほど前からセラミックファンヒーターをつけて部屋の中を温めておりました。室温12度ございます。だいぶ暖かくなってきました。ということで本日もミキーちゃんのあれからスタートしたいと思います。ミキーちゃん、おちっこ行く？あー、起きた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 、あー、伸びてる伸びてる伸びてる、可愛い犬がいる。よし、では行ってきまーす。それでは私は本日のお布団畳み大会をします。よろしくお願いします。オッケー、ただーい、ミキー、おかえり。ミキーちゃんはうんち出ました。やったね。ミキーちゃんはご飯にしますか？来た来た、ミキーちゃんお座り、ほいって、てててよし、はい、次ヤギミルク。いや、よかった。ミキちゃんの渦はアルコールで拭いときます。ピカピカ。全国60人のリエモンファンの皆様、おはようございます。本日は道の駅日立太田よりお送りしております。おはよう現場の時間がやってまいりました。では現場のリエモン線を見ましょう。リエモンさん、リエモンさん、はい。靴下に穴開いてるのはいいんですか？本当だね。もう一回買ってください。私が買うんですか？ずっと前のクリスマスプレゼントだからさ、自分で買ってないので、去年どうせクリスマスプレゼントもらってないから。私もね。ということで本日の点数を聞いてみましょう。ででん34点でペーペペー。前回シリーズの最終回が点数低かったんでね、ちょっとファンの数が減ってましたけども、また本日から頑張っていきましょう。以上現場のゲーモンでした。どうもありがとうございました。じゃあさ、いやミキちゃん、本日の点数をお願いいたします。ででん300点。ててー、かわゆいでちゅね。道の駅日立太田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。現在時刻9時42分、ちょっと遅めでございます。巻きでいきたいと思います。最初の目的地は大洗磯崎神社でございます。28キロ44分もかかってしまう、安全運転でいきましょう。お願いします。おー、でっかい鳥居。この鳥居の手前で右折ですね。大洗磯崎神社の駐車場、こちらでございます。駐車場は空いてるか不安でございますが、登っています。もうすでに空いてない勢いだな。あ、来た、あそこにしよっか。
はい、到着でございます。お疲れ様でした。さあ行きましょう。はい、ミキちゃんも行きまちんや。大洗磯崎神社の駐車場に車を止めました。この駐車場からはすぐに本殿の方行けるんですけども、まずはね、我々下に降りて鳥居をくぐってからお参りしたいと思います。じゃあね、下に降りてきました。こちらのホテル魚雷庵さんの横を通って海の上にある鳥居を見に行きます。かっこいいね、魚雷庵。ワンピースとかに出てきそうじゃない。ああ、なるほどね、すごい強そうだよね。さあ来ました、遠くに見えますね、あれが神磯の鳥居でございます。ああ、先輩、神磯の鳥居の上に丸々太った何かと思ってます丸々してる。よっぽどたくさん獲物があるんだね。あれ神の使いだよきっと。よし、写真撮ってあげるな。なんか展望台みたいなのがあるじゃん、こっから見るんだ。お、いいじゃんいいじゃん。こちらが大洗磯崎神社の神磯の鳥居でございます。この神磯の鳥居とは、神様が降臨されたこの岩を神磯と称し、神聖な場所としました。空からふわーっと降りてきた、そこにさっと降り立った。だからあそこはね、神聖な場所なので、岩に登らないでくださいって書いてある。あー、本当だ、うん、落下事故多発のため。違うよ、落下事故多発のためなんだけど、でも神が降り立ったと言われる神聖な場所なので、岩に登らないでください。だけど落下事故多発してるのどういうことさ、神聖な場所登るからやわ。神様がバチを当ててると。神様悪いやつやな。悪いやつやな。この景色を見て徳川光圀公が、あの光圀公が読んだ句があります。うん、荒いその岩に砕けて散る月を一つになして帰る波かな。あそこに月が映ってるんですよ。それが波がバシャーンと砕けるんだけども、波がスッと収まると月がまた一つになって、そして波が引いていくと。なるほど。はい、じゃあこちらの神磯の鳥居展望台を後にして、参道前の商店街みたいなところを通ってですね、神社を目指します。すごいね、あの大洗磯崎神社っていう、これあれだけでさ、畳何枚分ぐらいある、うん、横幅で両手広げたぐらいあるね。そんだけバカじゃないと思うけどな。じゃあこちらの横断歩道渡っていきます。見て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 、この前犬だいぶこれ年季入ってるね。パグみたいな顔になっちゃってるね。昔鼻あったんかな、ここに。どう、うちの狛犬かわいいね。ちなみにここはね、うちの狛犬も来ていいそうです。ただし糞尿はさせないでくださいと。だからうちの狛犬はこうやって行きます。かわいいでしょね。はい、ということでこちらの下を登っていきます。ちょろいもんだね、これぐらい。たったの150年ぐらいやでな。さあ振り返ってみましょう。わあ、綺麗。おお、すごいね。おお、すごい綺麗。はあ、すごいな。昨日日曜日でね、今日月曜日で、土平日で空いてるぞと思ったけど、そんなことはない。今日は正月かっていう、ゴールデンウィークかっていうぐらい混んでおります。まだまださ、初詣的な方もいらっしゃると思うよ。あ、福の神様だって。大黒様、恵比寿様は大洗磯崎神社の大神です。たくさん撫でて大福をいただいてくださいだって。餅の大福たくさん撫でましょう、たくさん撫でましょう。私こうはなりたくないから、こうはなりたいんだけど、ちょっとよくわかんないですけど、こうじゃなくてこうなりたい。さあ、いよいよ本殿でございます。ご朱印いただいてきましょう。あ、こちらですね、ご朱印お願いします。5人ぐらいかかります。はい、ではここで大洗磯崎神社について解説をお願いいたします。ご祭神は大名無知の御事さんと宿儺彦の御事さんです。お二方の神様は力を合わせて天下を経営し、日本の国の礎を作った神様です。その時は右往の衆だった日本を社長と副社長になって、一丁前の会社に仕立て上げた、そういうことですね。はい、大名無知の御事さんというのは大黒様と呼ばれる方。その大黒様は稲葉の白ウサギでも有名ですね。宿儺彦の御事さんは難病を救う神として信仰されています。その宿儺彦の御事のお姿は一寸法師のモデルと言われているそうですよ。ちっちゃいってこと。うん、さっきの神磯の鳥にこれぐらいの神様が降りてきたってこと。大名無知の御事の手にこうこんな感じになって降りてきたんじゃない。なるほどね。でね、ご朱印いただいてきました。帰りご覧いただきましょう。はい、大洗磯崎神社、令和6年1月15日でございます。こちらが稲葉の白うさぎさんです。あー、なるほどね。で、こちらね、 A5 サイズのクリアファイルいただきました。領収書入れにぴったりじゃない大洗磯崎神社さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次は干し芋を買いに行きます。茨城県は全国の干し芋生産量ナンバーワンだそうです。大きな専門店がありますんで、そこへ向かいます。 4.7 キロ8分でございます。気をつけていきましょう。お願いします。
はい、この芋のモニュメントのお店でございますね。干し芋乾燥施設ってあるよ、面白そうよね。干し芋乾燥施設ってあってね、網戸みたいになってる。ほらほら、いっぱい干し芋が並んでる。あ、本当だ、めっちゃ作っとるやん。面白いね、干し芋とさ、らっきょうなんだよ。らっきょうって芋から作るんだっけ。らっきょうはらっきょうじゃないの。ということで、こちらの大きな大きなさつまいものモニュメントの隣を通って店内に入ります。下はさつまいもだけどさ、上は干し芋だよ。スライスしてあるもん。そして正面には恐竜がおります。こちらは何サウルスですか。ティラノザウルス。はい、ステゴサウルスでございます。こちらは分かんない、トリケラトプスでございます。では中入ってみましょう。失礼いたします。すごい広い店やね。何買っていいか分からんわ。めちゃめちゃ種類あるね。あ、人気ナンバー3って書いてある。これは人気ナンバー1を探せばいいんじゃない。おー、なるほど。あ、これだ。これ量がたくさんある。紅はるかです。 400g と 150g があるから、これにしよっか。それとあとジェラートだな。焼き芋ジェラート、シングル、みつき芋、あとオリジナルジェラートシングルで小町を一つ。はい、ということで車に持ってきました。こちらジェラートをいただきたいと思います。これは小町という種類らしいですね。私は焼き芋ジェラートです。じゃあもういただきます。いただきます。お、うん、芋っぽい。まるで冷たい芋を食ってるようだ。お芋食べてる感じ、美味しい。ポテトチップスも1枚乗っております。お、食ったことある。これ大学芋だ。芋けんぴみたいなもんなんじゃないの。あ、ほんとも言う。続いて人気ナンバーワンの紅はるかを買ってきました。とにかく種類がいっぱいあってね、何買っていいか分かんないんだよね。人気ナンバーワンを買えばいいだろうということでね、この紅はるかを買ってきました。ではいただきます。ねっとりもちもち系ですね。あれ、どうしてそんな不思議な顔すんの。欲しいもんやでな。当たり前のこと言った。アイス食って冷たいですねって言ってるようなもん。すいません、最初味ないなと思ったけど、噛んでるとだんだんと芋の味がにじみ出てきて、要するに後半に強いタイプ、4回裏ぐらいから本領発揮するタイプ。もう終盤8回9回ぐらいになるとだいぶ美味しいね。それでは私も欲しいもんいただきます。あ、本当だ、最初ちょっと味わかんないね。まだ1回だから。今4回5回来た。はい、甘い甘い。はい、噛んで噛んで。はい、7回8回来たよ。どう。なお、紅はるか。これ紅はるかだとか分かるの。うん、これ紅はるか。芋マニアやな。紅はるかだからねっとりしてる。それ干し芋やからな。いや、紅はるかの紅はるか。干し芋専門店大丸さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では次はお昼ご飯を食べに行こうと思います。目的地は日立お魚センターでございます。18キロ31分、気をつけていきましょう。お願いします。